Hello everyone, this is Kamen's channel. 今日は Tau Kwan Pottery Jungle っていうシンガポールの窯元にやってきました。詳しく言うとプラナカン食器の窯元です。外からかなりインパクトのある広くてアウトドアな食器屋さんなんですが、壺作りできる場所でもあります。予約すれば興味本位でやってきました。ちなみにプラナカン文化っていうのはマレーシアからシンガポールにやってきた中国系移民子孫のことです。よくシンガポールの博物館でプラナカンプラナカンって聞くと思うんですけど、マレー語ではその地の子供という意味です。そしてプラナカンのために独自に製造された食器がノニャウェアと言われているみたいで、こちらではプラナカンの陶器などが多く見かけます。早速このポッタリージャングル、陶器ジャングルの中見てきましょう。こういったエメラルドグリーンやピンク色が鮮やかでプラナカン食器の特徴でもあります。そして食器以外にもこちらの方にタイル見つけました。事前に撮影許可いただいたのですが、本当に広くてこんなに広いとは思わなかった。小さいとインテリアにも使えて可愛いですね。こちらは醤油とチリ入れられそうだし、ティーカップかわいいと思ってたらここはスプーンも入ってる。かわいいしか言ってないけど本当にかわいい。これはレンゲだ。お土産にも良さそう。1個5ドルです。奥はまたゴージャスで発掘してるみたい。広くてこれはどういう部屋？すごいね。迷路になってます。天井まで詰まるほど展示されていて、近寄るのも怖い。高そうな壺もたくさんあります。美術館の中歩いてるみたい。こんなに間近で見ることないから。今は入り口の左行ったんですけど、次は右の方に入っています。こっちの方がもっと買いやすい使いやすい食器がありそうです。あれとかハイティーのものじゃない？もっとシンプルなのがあって、あ、これも5ドルだし。魚のかわいいお茶碗もあります。長細いのはお魚料理に使えそう。これ何入れればいいんだろう。小さいお鍋とかいろいろ並べて食べる食卓楽しそう。こちらは全部緑の食器です。色とりどりのフルーツとか置いたら綺麗みたい。綺麗なグラデーション。花瓶などもあります。インコはすごい聞こえるけど、こんなにたくさん買ってたんだ。ちなみに今回私はケーキとかクッキーを置けるお皿を探してます。あんまりカーブが強くないもの、派手派手じゃないものを求めております。お菓子作りの動画ちょくちょく投稿してるんですけど、それ用ですね。こんなところに来ました。中入っていいみたいなので入ってみます。おー、暗い。ここに壺を入れてるんですね。とても不思議な洞窟です。立ち入り禁止感が半端ないんで怖い。多分その陶芸した方はここに壺を置いてって焼いてもらって翌日取りに来るって形でしょうか。たくさん食器が置いてあって生徒たちが作ったのかなとか気になっちゃいます。こういうことか。さっき入ったのはこの辺ぐらいなんで、一番下から炎で熱を送る。中もぎっしり詰まってて圧倒されるんですけど、外がすごい、外が一番楽しいです。おお、この辺とか私の好きな青緑です。とても涼しげで可愛いです。大きいからちょっと買えないかも。置く場所がそもそもないんで、うちに
素敵、これこの水色も悩む。これは値札がついてるから、値札ついてないものを選ぼうとしたら真ん中が白いです。どうこれ、いい感じじゃない？こちらの紺色の食器もどれか1枚欲しくてめっちゃ悩むんだけど、これかな。絶対ケーキ置いたら綺麗になると思う。綺麗になると思う。綺麗に取れると思う。オレンジの切った断面とか、青とオレンジは反対の色なので、反対の色を合わせると写真が綺麗に撮れると知られております。絶対欲しい。10ドルです。ハートのもある。でもハートは私にはちょっと可愛すぎかも。ティーカップもある。可愛い。朱色の洋食器もあります。水玉が可愛いのとかいろいろあります。思い出も人で面白いね。ここら辺は日本料理にも合いそうじゃない？こんなにおそうめん入れて食べたら絶対楽しい。やっぱりこの2つにします。まあ、これはケーキというよりクッキーを置いたらいいかなと思って、あとカットしたフルーツも合いそうと思って選びました。そしてこの青い食器は完全にケーキとかタルト用です。もちろん普通に食事用にも使えますが、茶色いお菓子が多いのできっと合うだろうなと思って選びました。ちょっと変わった魚の食器とか買いたいけど絶対怒られるので、あの2つだけにしときます。お会計行ってきます。10% 負けてくれて18ドルで2つも買いました。というわけで無事食器2つ買うことができました。ネット注文もやっているので気になる方はネットも見てみてください。アクセスはあんまり良くなくて、パイオニア駅からタクシーで乗る、またはお家から直接タクシーで来ることをおすすめします。でも本当に楽しくて、お宝が眠ってるっていうの。いっぱい商品があって自分の好きなものを発掘するお店とか大好きなんで、とっても楽しかったです。食器は全てハンドメイドなので、多少柄が違ってたり、さっきみたいに白いのがついてたりついてなかったり、全く同じのはないので、そこはよく見て選んでください。ペット用の食器もあったり。ご覧の通り私は全然プラナカの食器買ってないんですが、和食器みたいなものもあったり洋食器もあったり、どれもお手頃な価格で皆さん行きたいとひいひい言ってるでしょう。こちらの食器に合うお菓子を作るのが楽しみです。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。